おはようございます。前回、ストーリーと全く関係のない維持の墓所とかいうクソのためのクソみたいなベンツボダンジョンを間違えてクリアしてしまった私です。今日は間違えんつもり。今回はこの乾きの丘を探索していこうと思う。多分ここらにカルラ社のなんかあると思うねんけどな。実は最初からベルトのポーションが使いにくくてキーバインドをすることにしたで、デフォルトでは1、2、3、4なんや手が届きにくいから下の方にするわ。今回は Z、X、C、V で行くことにした。あかんかったらまた戻すかもしれへん。遥かなるオアシスの前にキューブを取りたいから乾きの丘へ戻ろう。なんや、こんなとこにあったんか。ここに用事があるんや。ほんまデッカードケインいろいろ教えてくれへんから。なんか毒のダメージすごいんやけど。ポーション飲んでも追いつかへん。しかもこの毒長いな。早終わってくる。あかん、アイテム見てたいのに毒が減りすぎて死ぬ。ヒットポイント1で止まるんか。いや、でもこれは怖いわ。増えんけど。何これ、昔こんなのあったっけ。今の毒なんか生産カリやないのこれ。よかった、ポーションラスト1個しかないところで毒が回復できた。マジで毒気をつけないとあかんなこれ。入り口見つけたで。でもポーションの在庫がないやん。気をつけると。次の入り口発見や。順調やった。ピカピカしてる箱発見や。お、新しいスキルや。狼の強い方が召喚できるで。前回の狼は5匹まで、新しい方は3匹までやけど、全体的に強くなるから、ゆくゆくはこっちが強そうや。新しい方の狼を召喚すると、同じ種類の狼は消えてしまうんや。スキル上げてからの方がええかもしれんな。今のままやと1匹やし、今までのやと5匹やしな。スキルが低いと攻撃力もまだ弱いし、前のがええわ。おかえりワンコロ。出た、キューブや。これで箱をゲットやから、あとは神のパーツとお墓の場所を見つけるだけや。次は先ほど見つけたオアシスエリアで神の頭を探すらしい。区切りがいいから今回はここまでや。次回は遥かなるオアシスからやな。ほなな。